とそう切り替えてっていいですか。いろいろゲットしたもんね今ね。スキルカスタマイズはいいんだったかな。サンドル魔力が上がってんのここだから、ここをライトスラッシュは辛いんだよな。ザー強いんだよな。でもこれをこれ、あ、鍵マークついてるってことは多分固定だな。そしたらこのブリザードをサンダラレベル2にしよう。まあガードは入れとくべきだよね。バツに空いてるところにスパークブロー、多分これあれだよね、雷の攻撃だよね。あ、そうだね、雷属性の物理ダメージって書いてありますね。ここにじゃあデフェイを、魔法攻撃を低下、魔法ダメージも与える、弱体系ですね。これも入れときましょうか。よし、こっちだったよな。おっとっとっと、0時6時の間まででしか行けないんだよね、暗黒街で。で、暗黒街でやんなきゃいけないサブクエストもきっとあるだろうから、サクッと終わらせてあれしたいんだけどな。なんか時間止めるやつもあってね、グローリーポイントは。それを使ってもいいんだけど。女神エトロへの誓いを示せ。あ、勝手にあれしてくれるんですね。3408。今宵慈悲深きカオスの女神に捧げる数は、いいだろう、無名の門をくぐれ。いよいよですね。ああ、呪われた儀式は今日で終わらせる。食材の霊書、なんかすげえ強そうなモンスターが効いてる。ちょっとただ相手してほしいのか。弱点は分かんないけど、ゴーンと3600か。まあでも物理ダメージがよく入るから大丈夫かな。よし、あれだ、魔法防御が弱くなった。ゴーンも追い込まれるかに。ね、ポーション使っとこう。スムシュに出ていスパークブロアは微妙に効かないな。手加減が効いたな。しのげるか。エアードのタイミングは全然わからん。めっちゃ攻撃食らってるね。相当食らってるよ。使って。どうぞ、ね、どうや戦うと思った。仕留める。お好きで。ヤキのコッペン、なんか蝶が飛んでますね。地獄に飛んでる蝶ってな、なんつうの、ちょっと危ねえ。こいつ戦ってるとポーションがいくつあっても足りないから、ちょっとやめとこう。もう少しサブクエ進めて火力とか上げてからだね、強い敵倒すのは。よいしょ、早いな。これ来たはいいけどさ、何すんだっけ。メインクエスト、女神に捧げる儀式。この瞬間にも次なる犠牲者が奪われようと、一刻も早く墓場の奥へと進み、現場に踏み込まなければならない。あ、結構遠いな。あ、これで僕さ、ゲーンテンション上がるよね。この丸っこいの1個欲しいな。そういえばさ、スキル、カスタマ、持ち物リスト、じゃスキルカスタマイズか。一応つけてあるんだけど、
あ、なるほどね。これでエアロ対エアロ戦になるんだ。なるほどなるほど。気をつけてか。メタルバンド、デプロテの耐性が 100%、 絶対デプロテにはならないんだ。だがこの上をつけてる時のみだから。なんか変な声聞こえますね。ジルコニアって宝石だったよね。約束の時は至り、呪われし破滅の太陽、呪われし破滅の太陽、母なるカオスに帰れ、母なるカオスに帰れ、約束の時は至れり、約束の時は至れり、約束の時は至れり、呪われし破滅の使いよ、呪われし破滅の使いよ、母なるカオスに帰れ、母なるカオスに帰れ。時は満ちた。忌まわしき解放者を女神エトロの身元へ。解放者にしよう。お前たちは知っているはずだ。私は何者だ。ついに見つけたぞ、誠の解放者だ。殺せ、撃ち果たせ。遅かったな、カリウド。おお、カリウドよ、予言の通りついに参られた。解放者を撃ち果たし、予言の成就を、我らの願いを叶えて。無意味に人を殺しておいて何が願いだ。なぜだ、カリウドよ、あなたこそ我らを導くお方ではないのか。仲間割れか。見損なうな、こんな奴ら仲間でも何でもない血に飢えた人殺しどもだ。女神の信徒たちは予言された英雄闇のカリウドを待ちわびていた。けれどカリウドはいつまでも現れない。焦った信徒たちは暴走し、解放者に似た者を殺し始めた。ああそうだ、もっと早く決着をつけておけば。こんな事件は起こらなかった。改めて聞く、決着をつけるとは。あんたを殺して予言された未来を実現する。予言は現実となる。ならば私はお前に殺される宿命か。宿命に抗うのは慣れている。未来を縛る予言など断ち切るだけだ。どこだ、いたか。ライトさん、救世員の部隊です。追ってこい、あんたにふさわしい死に場所へ導いてやる。救世員の包囲網はかなり厳重です。信徒たちは逃げ切れないでしょうね。組織は壊滅だ。これで殺しの危機は終わる。残るは闇のカリウドですね。ライトさんを殺して未来を実現すると言っていましたが。予言された未来とも言っていた。まだ私たちが知らない予言があるのだろう。私を殺してでも実現したい、そんな未来を映した予言がな。彼は暗黒街の方へ向かったようです。ライトさん、くれぐれも無理はしないでください。解放者が死んだら全ての人の未来は消えてしまうんです。閉鎖区画か。異端が潜伏するには最適な場所だ。女神エトロの紋章を示せ。紋章を持たぬ。暗黒街の奥に入るにはエトロの紋章が必要なんですね。女神の信徒から手に入れるのは早いだろうが、
信徒の多くは救世院に捕まってしまったからな。逃げ延びた残党がいればいいんだ。ということはこいつらを倒せる。あ、結構強いな。ガード。かかってくる。とりあえず数減らさないと。デセルもらえますね。いただきましたよ。雑魚敵倒したらゲットできた。これは女神エトロの紋章だな。女神の信徒が落としたらしい。ただの飾りじゃありませんね。その紋章から微弱な信号が出てます。次の戦いに備えよう。女神エ、はい、どうしよう。どうしよう。さあ、ついにノエルとの勝負だな。勝てるかな。